どうも、マリオ Z チャンネルです。チャオ、ラガッチイ、ベベルディスン、マリオ Z チャンネル、えー。以前の動画でね、あのこのカメラライダーキーバーですね、あの、装着変身シリーズの、えー、こちらのキーバーのガルルフォーム紹介しましたですね。はい、こんな感じですね。で、あの、そうですね、あのヤウオークで、あの、 ノーマルタイプのね、カメラライダーキーワーフォーム、えー、見つけたので、あのでそれね、ゲットしたので、あの今日、えー、紹介したいと思います。はい、えー、これ一回、どっかして。じゃあ、これがね、えー、パッケージでございます。はい。変身、そっちは変身シリーズですね。カメラライダーキーワーの、えー、超合金の、えー、G33 ですね。 えこちら、バンダイのログマークと、えー、こちらね、横と、えー、後ろ、こんな感じですね。でこちらもう一回、横と、えー、上、こんな感じですね。で、えー、下、こんな感じです、はいえー。僕はね、先に出しました。取り出しまして、で、あのー、中身はね、まあ、このブリスターにね、ブリスターに、 えー、こちらねあの、ハンドパーツですね。えー、手首の、えー、取り替えの手首ですね。で、えー、ここはにあのアーマーと、えー、フィギュア、えー、本体ってますね。今、お見せします。では、こっちになります。じゃーんはい、カメラライダー。 キフォームですね。もうとってもかっこいいですね。これもうあの,あのもうなんていうのこれ SH フィギュアってそのまんまですね。さらにこちらのパーツですね。もうこのキラキラ見えますかねすごいなんかキラキラでね。これダイキャストパーツですね。で箸、えー、のねこちらも猫、ね、の 足のね、銀身かかりまして、まあ、これから、えー、お見せしますね。で、えー、さらにね、こちらのね、えー、このベルトの、このね、こちらの部分も、えー、これ、ダイキャストパーツですね。えー、だから、そちらの肩のほダイキャスト、えー、膝のね、膝もダイキャストのパーツ使わ,使われております。 で、後ろもね、この先ほどね、こっちは全部ダイキャストです。もう、すごいかっこよくてたまんないんですね、これは。はい、じゃあ、えー、これからですね、あの、ギミックをお見せします。はい、えっとですね、まずはね、えー、こちらをね、これは、えー、外します。 で、こんな感じね。えー、こんな感じ出てきますね。で、これをね。開いて。じゃーん。すごいですね。はい。こんな感じね。こんな感じ。こんな感じになってますね。 こんな感じですねうわ。すごいなんかディティールはね、本当にかっこいいですね。この色とかね、本当にね、当ぞすごい綺麗です。こんな感じ。顔もね、本当にね、細かいところまで、えー、しっかりね、ディティールになってますね。 この頭の後ろ部分とかこの浜もねすごい綺麗ですいや本当にね素晴らしいですよこんな感じでね本当にね素晴らしいこちらもねベルトのところとかね本当にかっこいいですね で、足もね、あのー、これは、えー、大キャスト製ですね、はい。で、こんな感じで、あのー、取り戻して、こんな感じですね。取り戻して、いや、もう本当にね、すごいかっこいいですね。えー、ちなみにね、今までね、あのー、真骨頂シリーズ、 ではなく、本当にも一般の SH フィギュアすね、あの、クラシックの SH フィギュアスで、えー、バンダイが、あのー、キー,バー作ってないんですよ。えな、ー、んでってはね、あのー、これあるからですね、やっぱり、えー、バンダイさんが今まで作らなかったんですよ。えー、最近ね、真チョシリーズで、えー、こちらの仮面ライダーキー牙ー、えー、作ったなんですけれども、 僕はね、まあ、それ、うん、持ってないんですね。けどね、これはね、僕にとってはもう、これ大満足ですね。本当に文句なし。すっごいかっこいいですね。これはね、もう一回、ここに、えー、取り付けて。ほら。本当にね、素晴らしい。素晴らしい、本当に。すごいかっこいい。 よしこんな感じでねこんな感じ、えー、カーメラライダーキーははいこんな感じですねはいもう一回アップしましょう あ本当にかっこいいですね。すごいかっこいい。このね、この、なんていうの、この甘もね、ピカピカで、本当にね、たまらないんですね。顔のアッパもね、本当にすごいかっこいいです。はい。で、こんな感じでね、立たせて、で、 隣ね、ガルルフォームもあります。皆さんどうでしょう本当かっこいいと思います。いやー、これは買ってよかった、本当にね。本当に手に取りたかったんですね、これは。本当素晴らしい。本当にかっこいい。いやー、ほんとよかった。 さらにね、本当にね、もうこれ、一セチフィギュアーツと同じサイズなので、えーまあ、例えばね、えー、っとね、例えば、まあ、こちらはね、えー、カメラライダー1号。カメラライダー1号より、えー、背高いですね、えー、ご覧の通り。 こんな感じですね。まあ一緒に並べるともうかっこいいんですけれども。えー、あとはね、こちらのカーメンライダー電話。こんな感じでね。はい、こんな感じですね。かっこいいね。 まあ今日はね、えー、昭和の日なので、まあ、えー、一緒にね、仮面ライダー1号、えー、一緒に並びました。こんな感じですね。いやー、かっこいい。こんな感じですね。い超嬉しいですよね。で、これね、あのー、なんだっけ。 順番だとね、えー、これはカメ、えー、ライダブとあって多分2006年だったかな。カメライダカブと2006年と、で、2007年電話、えー、で、えー、2008年だったかな。カ、え、メ、ー、ライダーキーバーですね。 ままあすせんこの順番はね、えー、間違えたらね、このキーワーでも先に確かに電話だったんですよね。で、次は、えー、カメラだけが、えー、ありましたね。まあ、こんな感じでね、えー、一緒になで並んでみました。カブトもね、かっこいいですね。で、これはね、あの真骨頂ではなく、あのー、 クラシック版のね、あのー、SH フィギュア e のカメラライダーが、これもね、最初のシリーズなので、まあ、あのダイキャストパーツも、えー、使われてますね。足、えー、ダイキャストになってます。そして、この横アー,マーのねあの、これはダイキャスト、えー、製ですね。抗金製になってます。はい、かっこいいですね。こちらも。はい。まあ、確かにね、真骨頂の方は、あのー、プロポーションはね、 あのもっとね、かっこいいなんですけれども、まあ僕はね、あの、このクラシックバージョンのカメラカブトも結構好きですね。はい。こんな感じです。えー、ということでね、今日は簡単にこちらの卒着変身カメラダキ和フォーム紹介しました、えー。最後までご視聴ありがとうございます。えー、ぜひあの、チャンネル登録と えー、グッドボタン押してください。えー、マリロゼットチャンネルでした。バイバイ。チャオまたね。バイバイ。